こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今日は、なぜ勉強ができた人は先読みを従るかということでね、まあ、学校の勉強や試験の答えは一つだと。まあ、たった一つの正解を見つけるという習慣があるので、まあ、勉強ができた人は先読みを従るという、ね、仮説の実証になる良い質問をいただきました。 まあ、はじめ言っておくと、アマゾン輸出で先読みをしてリスクに備えることは意味がないです、えー。私はアカウント削除は多額の損失につながる失敗をしないようにサポートしています。そして先読みをすることによって得られるメリットは、少額の仕入れ金、送料の節約くらいです。一方、先読みに費やした時間は戻りませんし、計画通りいかないのでモチベーションも下がります。 先読みしてこういうもんだろうと予測立てても、えーまあ、極端に言えば100%その通りにはなりません、ねえー、これ以前の動画で見たように、まあ、ビジネスの天才たちが、まあ、考えたってどうせわかんないから実証しなきゃ意味がないと、ね、あるいは、ね、実証してからじゃないと考え,考えても無駄だとまで言い切ってるわけですから、まあ、全くその通りなわけです でまあ、最初に一通り知っておきたいと、ね、もう習慣づいてますからね、計画立てて計画実行と、ねえー、いうのが、まあ、習慣づいてるんでしょうがないんですけど、まあ、でも、えー、もうその,その気持ちを満足させるために費やす時間とかね、えー、あるいはスタートが遅れることによって逃すチャンスを考えると、まあ、正直、先読みすることはデメリットしか思いつきません。ね いろいろ先読みしますけど、まあ、正直それ仮説で組み立てといてもまず、ね、意味ないだろうなと思いながら答えること、ね、そういう質問結構ありましたで、まあ、まあその質問かどうかは別として頂、まあ、い,いた質問でねそれについての初めに質問した時とあるいは実際にやってみてねどう変わったかということをちょっと Q&A 出してみたいと思います まずアマゾンで検索出して、ねえー、何々何々とキーワードを入れて検索して出てくる順序は売れてる順ですかと。まあ、相当あるんですけど、アマゾンのね、標準みたいな形は売れてる順序ですかということなんですけどね。えーまあ、これ、実際検索してもらうとわかりますけど、まあ、そういうわけではないです。ね、売れてる順序ではない、ねえー。実際出てきたのを見ると5,500人。 で、2番目に88位、3位はなし、4位は1万1000、5位は1万4000、で、6位、7位、8位はなし、ね、売れてない。で、815位がその次出てくると。もう順序でも何でもないですよね。で、まあ、何しろ、完全ではないとしても、売れ筋が先の方に出ると。まあ、間違っちゃいないですね。で、アマゾンオーストラリアではまだ標本数が少ないから、なかなかはっきりとしてないでしょうが、漢字はわかりますと。 まあここですよね。全部理解するのは Amazon の仕組みとかビジネスって厳しいんですけど、漢、ま、字、あ、が分かったらね、それを元に実証していってもらえばいいと。ね、細かく全部数値化なんて管理してたらね、まあ、すごい大変ですし、まあ、これがね、私たちがメーカーで一度に発注する商品数がね、何十万点で、投下資金がね、一つの商品に対して、まあ、少なくとも100万を超えるとか、いうことであれば、 ね、もうあらかじめ計画立ててすべてやってね、えー、間違いができるだけ少ないようにしなきゃいけないんですけど、まあ、せいぜい買ってる商品何百円とかね、えー、何千円の商品ですから、まあ、そのために1日2日ね、計画立てちゃうのどうよと、ね。 むしろ、まあ、その考えている時間があるんであれば1時間、2時間、ね、バイトをして得られた時給で商品を買っちゃったほねがむしろ全然効果出るの早いだろうという気がします、まあ、そんなこんなで、まあ、この検索順位についてはこれどう出てくるかを知っておくのは悪いことじゃないですけど何しろアマゾンの標準ですからアマゾンが、ね、見せたいものが上に来ているわけですよね。 えなんで売れてないものを見せたいのと、売れてるのになんで下の方なのというのを考えると、まあ、えー、単純に Amazon が考えてるシステムはね、えー、Amazon が採用してるシステムは、まあ、よくできてるなということが分かります。ただこれね、えー、一応解説はしますけど、えー、サポートを受ける会員さんが分かってなくても、私が分かってサポートしてるんで、別に知らなくても、ね、なんら影響はないと、ね。まあ 私のサポートを受けるのが嫌でね、できるだけ早く私の手から離れたいと思っているのであればね、ねこれをねできるだけ詳細に仕組みも知っておく必要がありますけど、まあ、ただどうなんでしょうね、まあ、チャットワークでやり取りして、まあ、月、ね、3万以下でいつでも分かんないことを聞けるとね。ね 別に自分で覚えるより、私が知っていて、あるいはサポートしてね、検証している内容を聞いた方が全然得策だと思います。まあまあ、それは今回の、ね、会算の場合はないという前提で考えてますけど、まあじゃあ先ほどのね、検索結果どういう形で出てるか。これ、実際はまあ順位じゃないっていうのは、これ小 実際検索してもらわないで実際は順次いいじゃないって言ったときに多分本当かなって検索すると思いますねだったら初めから検索しちゃった方が早く結果が分かったとだからこの方は質問してすぐ追って検索して答えを自己解決で出してます追加の質問で出してるとで実際は ブラックボックスで詳細は不明です。なんでこういう順になのか不明です。ただ Amazon のね、えー、今までのこととか、逆に購入する立場になって考えてみると、えー、まず見た商品がね、その買おうと思ってた商品、あるいは買って問題ない商品が出てくるのが理想なわけです。まあそういうふうになってます。まあ内容としてはね、クレームがあれば表示される優先度は下がると。そりゃそうですよね。買ったらクレームになるような商品は売らない方がいいわけですから、優先度は下がります。 で同じ商品が売れてなくても、同じジャンルの商品を売ってる出品者の商品の優先度は上がる。ね、この商品を売ってなくても、他に売ってる商品がね、売れてクレームがないと。ま、だったらこの人の商品は多分大丈夫だろうということで、そういう出品者の、えー、商品の優先度は上がると。で、表示してクリックしてもね、まあ、これいらないなってみんなが買わなかったら優先度は下がります。 表示するだけ無駄なわけですよね。見たけど買わないって商品は何らかの売れない理由が上がるんで、まあ、それは表示しない方がいいと。で表示されて売れれば、えー、優先度は上がる。まあ、そろそろですよね。見た人が買うんだったらこれはあの買われていい商品なんだとで。値上げされた場合は優先度は下がる。ね、あこれ前買った商品値上げしたんだよかったまた買おうって普通はならないんで。 えー、あるいはね、迷ってた商品、値上げされたんだ、今買わなきゃって、もう普通はならないです。不満を持つ場合が多いと。だから値上げされた場合は優先度は下がります。で値下げされた場合は優先度は上がる。ね、俺はね、どうしようかな、買おうかなと思ってた人に、今下がりましたよと。今なら下が,下がりましたよって言われたら、ああ、そうなんだ、この値段なら買おうって買う人が多いんで、優先度は上がります。で悪いレビューが多い場合は優先度は下がる。 買った人が満足しない商品、優先度は下がる。当たり前ですねで。良いレビューが多い場合は優先度が上がる。ね、良いレビューが多ければ優先度が上がる。まあ、これまた当たり前。でもその頃、そのほかいろいろなことがあります。でこれね、えーまあ、検索して違うという前提が分かってから、まあ、これを聞くと、まあ、そうかなと思います。ね で逆にね、えー、自分で出した出品、出した商品が、これが売れて、これが売れないと、あこれ、よく表示されてるなと分かった上だと、これがすごくよく分かります。逆に、これが分かんなくてもねあ、こういう商品が売れるんだというふうにねで、こういう商品表示されて売れるんだと理解してれば、まあ、この辺のことを考えるまでもない、ね。内容を深く知っていても、内容を全く知らなくても、同じ商品を出せば、まあ、同じような結果になると。ね 知ってるから何かそれに乗っとった商品をね、えー、見つけてくるとかいうことが可能ならそれでいいんですけど、まあ、そうもなってない、ね、ならこれを理解する間に、ねえー、商品探しちゃった方がスタートは早いかなという気がします、まあ、だからこういう説明はねその細かい部分これを知っとくとねすごく役に立つだろうと思,思われるもの以外は一切説明してないです ね、たくさん説明するとね、正直混乱させるだけなんで、説あえて説明しないようにしてます。ね、まあ、それはともかく知りたかったらね、実際に検索してみれば、ね、えー、5分以内でこれ、まあ、漢字はつかめたわけです。でまあ、逆にこれね、検索せずに、ねどういう、どういう順序で要素は何ですかってやり取りしてたらね、おそらく数日やり取りして、まあ、よく分かんないからいいや、検索してみようと、あ、大体分かったと。 ね、私とのやり取りは全くの時間の無駄ということになっちゃいます。まあ、質問2番目、出品価格。ね、オーストラリアアマゾンでの価格はだいたい eBay の実績よりかなり高いです。ねえー、それは、まあそうですね、あの eBay より高く出してて、えー、それで、まあ、売れたらいいなとで。徐々に下げていく。ねあの eBay でも Amazon でもそうなんですけど、すんごく高く出して徐々に下げていくっていうのは、えー、そのんですかね、基本、それがすごくいいやり方かどうかは別として、基本なんで、まあそういう形でやってる場合が多い。それとそもそも単純にツールでね、えー 日本の3倍とか2.5倍とか2倍とかいう設定をして出品してる人が出品してることも多いんでまあそうなるとねこの商品この値段では売れねえだろうという出品もたくさんありますでその相手がどういうつもりで出してるのかわかんないですけど重要なのはこっちが売れるかどうかっていうことで考えるとねそのまあこういう条件なら仕入れの3倍 まあ、B の条件なら最低出品額に合わせるとか、まあ、2、3通りしか、ね、やりようがないんであれば、まあ、それは、ね、あらかじめ、まあ、こうですっていうふうに答えられるんですけど、まあ、実際、ね、それをやるとも、まあ、儲け損なったり、ねえー、逆に売れなかったり高く売れるものが売れなかったりもうちょっと落とせばちゃんと、ね、売れても儲かったのに全然売れないまま終わっちゃったりするんで、まあ、かなり値段は重要です。商品探しの値段は 実は同じぐらい重要。まあ、ただね、商品、売れないものを一生懸命値段で売ろうとすると売れないって言ってバランスが難しいんですけど、まあ単純にその出品価格、あるいはどう値下げしていくかっていうことを考えても、A だったらこう、B だったらこうの後に、A だけど、アルファ要素はどうかとか、ベータ要素はどうかとかね、さらに一つか二つのステップのチェック項目をチェックしてます。私が商品の価格を相談された際には。 でまあ、例えば2ステップあったとしたら3パターンで ABC のどれにするでこれがそうだったら123のどれにするでこれがそうだったらその中のろはのどれにするって考えると、まあ、3の3乗で27通りの対応になると、ねまあ、実際には、えー、もうちょっと単純化したりもっと複雑な場合があるんですけど何しろもう値段はこれでこうしましょうと単純に、えー、決めるのがベストではない、まあ、ただね えーまあ、この個別のサポートの場合は、この商品そのものを見せてもらえばね、私がライバル条件とか、商品がこれだったら、まあ、こういう値段で売れだろうとかいうので、アドバイスしてますけど、まあ、それは個別サポートの内容になるんで、マニュアルの場合はね、なんかルール決めをして、まあ、A ならシリアの3倍 B なら最低出費価格とかいう形で決めてやっていくと。 その価格好はね、また、え、ピザところに載せてありますけど、まあ、基本的には儲かる金額で出して、売れなきゃ下げていくというやり方で、ま、漢字を掴んでいくしかないということですね。まあ、そんな形で、これね、マニュアルに完全に落とし込むのは難しくて、やりながら覚えていくのが一番。というか、やりながら覚えないで、その、やる前にね、価格をもう完全に決めてやっていくと、もう全然逆に、あの、出品価格が わからない。あるいは出品家具にららら縛られて商品が見つかりにくいということになります。そして 3, 3つ目の質問、質問というか若干のクレーム、出品マニュアル雑で画面変遷が違うと、ねえー。これね、やりながら、あ、こうなんだというふうに見てもらうと分かるんですけど、前に動画を見た、ね、前に、えー、記事を読んだ、で、 時間が経ってからやってると言った場合にはね、えー、もう一回これ見ないと多分わかんないです。もともと記事とか動画っていうのは一回でスッキリわかるものではない。で、えー、ただ以前に見てるんでもう一回見ようという気はならないとこ。これで出品マニュアルの部分が多分先に見ていただくと最も時間の無駄になって意味がないかなという感じです。何しろね、一、えー、週間前と今変わってる可能性があります。 現に2ヶ月前と今では、出品の時に出てくる画面が違いますし、アカウント登録の時にね、初めに銀行口座を作って、銀行口座ができる前にアカウント登録して販売開始できると。でなってたものが、例えば銀行口座登録しないと、ね、出品できないというふうに変わってますし、これね、必要書類も手順もどんどん変わっていくんで、ね、 そうですねアマゾンの登録ともう出品に関してはあるいは FBA 納品作業に関しては事前にねどんなもんか確認しとく意味は全くない意味は全くないというか害しかないという形です、まあ、そんな形でねじゃあどうするのってことなんですけど実際に作業していただいて画面キャプチャーでねこれあのどこ 何、ね、かチェックしてどこを記入するんですかって聞いてもらえばそれを答えてそのままやってもらうのが一番分かりやすいんで、まあ、その方法を、えー、取ってますでその方法に合わせていただくのが一番ですで質問の4番目、まあ、扱い商品みんなどんな商品を販売しているのかよく似た話で皆さんどれぐらい売り上げてるんですかとかどれぐらいの利益率ですかというのを、えー、聞かれることがあります これもね最適値を知ってみんなと同じくすればみんなと同じ結果になるというなんとなく気持ちなのか単に興味本位なのか分かりませんけど、まあ、これ人によってまちまちなんでね最適値はありません。で逆に いや少ない人はまあ10万以下、多い人は400万を超えてるわけですね。まあ開始して3ヶ月目でどうなんですかって言われて、正直に答えとそうなってるんですけど、そこで10万以下か、自分も10万以下かなと思っても、まあ、えー、しょうがないですし、400万か、じゃあ俺も400万もできるなって思えるのかって言ったら、まあ、そう思える人と思えない人がいますので、まあ、正直売上、うん、売上とか扱い商品を気にすることは、まあ、なんか、うん。 気持ちは、まあ、それも、これも聞きたい気持ちは分かんないわけじゃなくて分かりますけど、まあ、意味あんのかなと。それ知ってどう、どうすんですかじゃあ合わせて400万やりますよねっていうと、まあ、そんなことでもないし、まあ、商品はね、教えらんないですし、教えたところで、えー、その同じ商品やったら儲かんないんで意味ないですし、まあ、正直、その質問をして、その、それを聞いて、次何をするつもりなんですかと。 いうとこを聞きたいんですけど、まあ、それは聞いたことないですし、なんか聞いたら嫌味になっちゃいますし、聞いてね、えー、明快な、なるほどなと、納得できる答えが返ってくる、来ないであろうというのは分かってるんで、聞きませんけど、まあ、これね、アマゾン輸出の場合、他の人の動向をチェックして違うことをやると、みんな何やってるのかチェックする、で、あみんながやってるんだったら、これをやっても割に、今から後からね、参入してこれをやっても割に合わないねと。 ということで、違うことをやるのはいい方法です。あるいは、ね、えー、すごい、もう、初めから資金もあって自信満々であると。ね、で、資金をなくしてもね、ダメージない。ね、何べか試せるってなったら、みんなが売ってる商品を調べて、じゃあこの商品俺はコンテナで入れて勝負してやれというのはね、ありですけど、現実問題そんな人のサポートはしてないんでね、ほぼね。なんで、まあ、他の人の動向を気にしてね、違うことをやるっていうのは OK ですけど、 同気ににしててじよううすするっていいのは儲からない方法ですね。これ見るとね結構ね他の人の出品物を真似ましょうみたいなねノウハウを発信してる人はいるんですけどまっ、あ、くの機上の空論最も儲からない方法です、ね、まだ ebay であればね出品の時にお金も捉えますし出品もめんどくさいんで逆にね真似をしても数名しか真似しないんで売れることもあります ただ、アマゾンの場合はね、真似して出品すると簡単にいくらでも出品できますから、まあ、簡単にいくらでも出品してね、で、それで売れて儲かるわけがないと、ねえー。普通にや、ちょっとやってみればわかることなんですけど、なんか不思議なことにね、売れて儲かると思って、まあ、ツールをやってくれるんでって、ずっとそれを半年ぐらい続けて、やっと売れたと思ったらいや、えーね、仕入れできない商品でした。あるいは仕入れると大字です。どうしましょうって言ってね、 やっとその時点でその、えー、みんなの真似するドンハウがダメだってことに気づいて、えー、私のところに来てくれる方がいるんですけど、まあ、その、ね、失敗をしちゃった後で例えばその、ね、指令できないんで、えー、発送できませんっていったアカウントサスペンドになりますんでねその段階で相談あったり入ってきたりするんですけど正直、サスペンドその状態でサスペンドになったものを復活させるのは相当難しいです。 むしろね、えー、半年間ずっと売れなかったわけですから、ね、1ヶ月ぐらいやった段階で、これ、明日がないねと気づいて、えー、1ヶ月後にこっち来てもらえばね、その5ヶ月の間に稼げたねという気はします。まあ、もへ話はずれてしまいましたけど、まあ、えー、もう何が言いたいか、一言で言うと、もう言ったことをやりながら、やってる部分だけの質問をしてもらうのが、一番、えー、進みが早いし、 モチベーーションもキープできますただね、習慣として、特に勉強できた方、あるいは何かで成功したことがある方、その答え、一つである答えを、ね、知りたいと。真実は一つって感じで、ね、答えを知りたいんでしょうね。答えも真実も一つじゃないんで、ベストの答えは出ません。 もしその答えが簡単に出るようなものであれば、逆に答えを見つけた人がすでに稼ぎまくって、他に入る余地がないです、参入余地がないです、まあ、ただ、みんな正解が違う、みんな扱う商品が違う、みんな求める利益が違う、住んでる場所も違うということでね、それぞれの独自性があるんで、後から参入したしても儲かりますんで、 まあ逆に何がいいか、一つの答え見つからないんで、一つの答え見つからないんだったらもうやりながらやるしかないと。見つからない答えを探してる時間は本当無駄になりますんで、ぐっとこらえて、先に一通り知りたいという気持ちはぐっとこらえて、言ったことを一個一個やってね、すぐに返事をしてもらうというのが進みがいいです。そんな形でね、これ先に言っとかないとね。ね あとから質問されてこれを言うとね、なんかね、否定されてるような気になるでしょうからよくないんですけど、ただやっぱこれね、あんまりにも、えー、これに行っちゃうと、どう考えても半年でね、儲かるとかそういうところまで到達しないんで、えー、モチベーションがなくならんないうちに稼いでもらうためにはもう言ったことをすぐやってもらって、その返事をもらうという方法がベストなんでそうしてますんで、 はじめに一通り知りたいとか、念のためにこれ知っときたいとか、ね、えー、まあ、なんか、あの、興味があって質問してもらうのはいいんですけど、もしかしたら今後はね、進みが遅い場合には、えー、今はそれ気にしてもしょうがないという、今までしたことのない返事になる可能性がありますんで、あらかじめお断りしてます。ね、勉強ができた人は先より運命を従りますが、えー、Amazon 質で取り組む場合に先読みするメリットはほぼありません。 以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。